ロケットマンを得た君はアクアラグナで荒れる海を越え、四方の島エニエスロビーへとたどり着いた。忘れがたい光景ね。でも今はもう一人じゃない。え、どういう意味？あなたにとって忘れられない思い出のようね。ええ、とても。そうだったの。世界全部を敵に回そうとも、仲間を守りたい彼らの決意、それが仲間を信じ抜く心と生きる勇気を彼女の中に生んだのね。行くぞ！え、どういうこと？ちょっとルフィ！おい、ルフィ！来た時より警備が厳重じゃねえか。そうか。まあ全部ぶっ飛ばすから同じだろ。違いねえ。行くぞ。おう。私はもう死にたいのよ。ルフィの助けを拒絶するロビン。彼女の脳裏にバスターコールの記憶がよぎる。バスターコール、それは戦艦10隻からなる国家戦争クラスの大戦力で無差別に攻撃を行う。たとえ攻撃の目標地域に無関係な市民が紛れていよう、目標を完全殲滅するまで攻撃をやめない無慈悲で徹底的な軍事行動である。かつてロビンが生まれ育った考古学の聖地オハラの学者たちは、世界政府より古代文字の研究を危険視され、バスターコールによって滅び、奇跡的に一人生き残ったロビン。ポーネグリフを解読できる彼女は8歳にして賞金首となった。誰も信じず生きてきた彼女だったが、麦わらの一味と共に冒険をするうち、彼らの中に初めて心から安らげる場所を見出すのであった。その仲間に170カ国以上からなる巨大な組織を敵に回させたくない、もう来ないでと訴えるロビンの前で、ルフィはそれともに世界政府の旗を打ち抜かせる。行きたいと、いやー、ルフィの叫びについにロビンが応える。行きたい、私も一緒に海へ連れてって。生きる、望んではいけないことだとずっと思っていたロビン、ルフィの思いが突き刺さるのだった。
敵が多いわね。さすがイエスロビーだわ。てか、なんでお前らがこっち側にいるんだよ。後ろに回り込まれたんじゃ火炎放射器の意味がねえだろうか。どうするルフィ、そこにある邪魔くせえの壊してくか。そうだな、ぶっ壊そう。ババこ、勝手にされたよ。水だ、バランスしてくれ。火炎放射器を、や、俺を守ってくれ。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのガトリンガきっちり型をつけるとするか。うそれサンダーランステンポン。またかこれは海賊。ここまでエニエスロビーの猛者たちがそうやすやすと突破されるはずは。現実を認めろよ。現に俺たちはここにいる。よし、じゃあそこの火を吐く大砲ぶっ壊すぞ。ふざけるな、海賊どもの好きにはさせん。こいつ邪魔だ。俺は海うおー肉だ。すげーな。なんだここ方ね。引き返すぞ。おお、海賊どもがここまで来たか。だがこの火炎放射器は奥への道を閉ざす重要なものと聞いておるのだが、合ってるような。知るか、誰に聞いてやがる。とにかく、俺を壊されるわけにはいかん。正義の名のもと、成敗してくれるわ。ということで、いいよな。おう、好きにしろ。でも勝つのは俺たちだけどな。よろしい。ならば、エニエスロビーの精鋭がお相手をしよう。ということで、本当にいいんだよな。だから確認すんじゃねえ。つえな。ギアセカンドゴムゴムのジェットバザーカー。これからたまらんな。俺に任せろ。マナーがなってねえよ。あの地獄の。通れるようになったな。よし、回り込んで先に進むぞ。
それでウソップとフランキーはどこにいるんだ。確か地下に牢獄があって。よし、じゃあ下行くぞ。おい、どこだ。ウソップ、フランキは。大丈夫かしら。とりあえず先に進みましょう。こっちからは無理だ。どうにかして後ろに回り込まねえと。やった、中に入れたぞ。行くぞ。何かあったのか。この本、背表紙にワフルドと書いてあるのよ。ずいぶんと古いわね。そうね、こんな古い本が残っているなんて。考古学者から取り上げた資料や歴史書をここに貯蔵しているのね。これ全部なのか。政府にとって都合の悪い本をなぜ処分しねえんだ。歴史がどこまで知られてるか、彼ら学者が何を調べているのかを把握するためでしょうね。不都合な歴史か。それでロビンちゃん、見つけた本には何が書いてあるんだ。ワフルドの成り立ちを調べたものみたい。こう書かれているわ。その日、新世界の外れで突然島が出現するという事件が、現地を確認した学者によって記録された。目撃された巨大な水柱や近隣の島を襲った高潮。しかし海底火山の噴火や地殻変動は観測されていない。多くの事象が物語る。ワフルドは間違いなく空から落ちてきた。ワフルドの近海に群生する
巨大な古代種の藻類が落ちた大地を受け止め浮かせているのだ。なぜ空から島が降ってきたのか、根本の部分でまだまだ謎は多い。海図と照らし合わせるなら、その場所はワフルドと全く同じ。ワフルドは空から降ってきてできた島。そういうことね。不思議島ってことか。あら、何かあるわね。後ろから来ただと。唯一の通路を塞いでたってのに、おかしなこともあるもんだ。こいつ意表をつかれたはずなのに随分余裕ね。その辺の連中とは踏んできた場数が違うからな。この奥へ進まれたとあっちゃ海軍の名折れ。ここで止めるぞ。じゃあ止めてみろ。ぶっ飛ばしてやる。ギアセカンドファーゴムのジェットバザーカー。これからだ。気を抜けんな。効かねえな。うそれ。おいお前、おろしちまうぞ。あたしが必要ってことね。サンダーランステップ。これからだ。これは一筋縄ではいかなそうね。オチエンタフルクロトワマード。サンダーボルテンポ。強えな。ゴムゴムのジェットピストル。二刀流、いよい羅生門。俺の力を取り戻せたの。この下は何があるの？さあ、わかんねえ。行ってみりゃわかるって。そういえばチョッパー、ジョロのダメに効く薬はできたの？まだだ。でも俺、諦めないぞ。お前ら、この厳重な扉、ちょっとやそっとじゃ飽きそうにないわね。よし、またギアサードでぶっ壊すから離れてろ。またってことは
前もこじ開けたのね、あんた。ルフィらしいわ。でも今回はその方法じゃ無理かもしれないわ。やっ、サード。どうやってやるんだっけな。どうやらまだその力は取り戻せてないみたいね。やっぱり別の方法を考えるのが良さそうね。それじゃあ別の技を試してみるか。ちょっとまずはこじ開けることから頭を離しなさいよ。見つけたぞ、麦わらの一味だ。おとなしく投降しろ。お前たちに逃げ場などない。仕方ねえ、こいつらを片付けるのは先だな。かかってこい。三刀流王三千世界。手ごわい。みんな気をつけて。チェンフルーデルフィニウム。いいかねえよ。ギアセカンドゴムゴムのジェットリーカーだ。いくわよ、サイクロンテンポ。気を抜けんな。やらせ、すぐ行く。これからだ。やっ、ドスフルール、グラフ。これからだ。全員ぶっ飛ばして。なかなかやるな。だが、我々を倒そうとも、鍵がないお前らは、すでに袋のネズミだ。鍵？もしかして、これのこと？貴様、いつの間に。だが、それが四方の塔へと続く通路の扉の鍵だとはわかるまい。あら、この鍵が、そこの扉の鍵なのね。なぜそれが分かった。さすがだな。しかし鍵はあと2つ必要だとは気がつかない。よくしゃべるおっさんだな。そしてそのうち1本が給仕室に隠されていることなど、お前らごときでは見当もつくまい。にゃはははは。お前もうしゃべらない方がいいんじゃねえか。この鍵以外にあと2本、全部で3本集めればいいのね。なぜそれが分かった。お前らは一体。いろいろ教えてくれてありがとな。な、そうか、心を読む悪魔のみか。抜かった、抜かったのだ。どうやらただのアホだったようだな。それじゃひとまず給仕室に戻るわよ。よし、行くぞ。
聞いた給仕室ってここでいいのよね。どこだ鍵。敵の匂いだ。誰かいるぞ。ああ、覚えがあるぜ、この殺気。お前たちにも困ったもんじゃ。こんな場所まで攻め込まれては、わしらの立つ瀬がないわい。お主らの首を持って失態を帳消しとさせてもらおうかの。見せてやる、生まれ変わったわしの。やっぱ面白いな、あいつの見た目。貴様、見せてやる、キリンという野生の底力をの。よし、行くか。一丁やるか。ゴムゴムのガトリング。やりやがったな。舐めないでね。こう見えてサンダーライス戦法。だだ。くそ。たまらんな。一刀流シッソンソン。どうってことやね。これは。一筋縄ではいかなそうね。やっと俺の出番か。ディアブルジャンブプルミエロアス。乱却ネジ本身。もう気は抜かねえ。どう
動さ。その程度か。よし、行くか。三刀流八本道乱曲ネジ本道陣。もう気が抜かねえ。悪い。どうってことやろ。なんで私なのよ。サンダーライスこれからだ。か体が。おら。こいつ強えな。一人10万よ。違うパンチ。これからだ。塩ビマイオニャー。まだまだじゃ。わしはまだ戦える。おいお前、おろしちまうぞ。俺に任せろ。ディアブルジャンブフランバーグサッカー。たまらんな。乱曲ネジ白人。きっちり肩をつけるとするか。二刀流いよい。ヤシモン。まだまだじゃ。乱曲ネジ白人。やべえ。なんで私なのよ。よし交代だ。抜けんな。もう大丈夫だ。いけるか。ゴムゴムのバズーカ。効かねえな。くそ、違う。おら、その程度だ。乱曲ネジ外し。切り方をつけるとするか。これ食え。悪い。切り方をつけるとするか。ほら、これうまいぞ。切り方をつけるとするか。中刀流アシュラ一撃。参ったわい。ここまで可能。頭が高え。てめえはそこでおとなしく倒れてろ。たく、何をしている。もう侵入者は仕留めたのか。かくかく、どうした。返答しろ。あ、お前誰だ。誰だという貴様こそ誰だ。まあお前が誰でもいいや。仲間は返してもらうぞ。だから誰だ貴様。お前まさか。貴様、麦わらのルフィだな。返事をしろ麦わら。ちくしょう。てこって、こんなところまで海賊に踏み込まれるとは。おい、全員落としろ CP9。 てめえら一体何やってんだ。海賊が一匹ここへ来たぞ。聞いてんのか。おい、返事ぐらいしやがれ。すぐに出ろって言ってんだ。ゴールデン。おい、チキシュー、しまった。ああ、こっちだ。古伝で虫はなんてこと。うっかりした。よりによってゴールデンデンデン虫を押しちまった。よりによってバスターコールをかけちまった。